皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。中学2年生の理科3分チェック、今回は細胞の作りについて5つの言葉を覚えましょう。まず前半で言葉、これを覚えて、後半で穴埋め問題、これで覚えているかどうかチェックしていきます。ではまず言葉を覚えていきましょう。細胞は大きく分けて植物の細胞と動物の細胞に分けられます。こちらが植物の細胞で、こちらが動物の細胞です。どちらにも共通しているもの、それは細胞の真ん中、この辺りにある丸い核という部分です。そして細胞を包んでいる薄い膜、細胞膜、この2つ、核と細胞膜、これがどちらの細胞にも共通してある部分です。残りの覚える3つ、これは植物の細胞だけにあるものです。細胞膜の外側にある厚くてしっかりした仕切り、これを細胞壁と言います。そして細胞の中にある緑色の粒、光合成を行う葉緑体です。そして細胞の活動で作られた液、これが入っている液胞というものもあります。細胞の核と細胞壁、これ以外の部分をまとめて細胞質、ね、こういうのでこれも覚えておきましょう。もう一度まとめると、どちらの細胞、植物動物どちらの細胞にも共通している部分は核、それから薄い膜の細胞膜、次に植物の細胞だけにあるもの、厚くてしっかりした仕切りの細胞壁、光合成を行う葉緑体、細胞の活動で作られた液、これが入っている液胞、この5つ、ね、しっかり覚えてください。では穴埋めチェックに移ります。では穴埋めでチェックしていきます。植物の細胞、動物の細胞に共通しているもの、それは細胞の真ん中あたりにある丸いもの、これは核と言いました。そして細胞を包んでいる薄い膜、これは細胞膜ですね。植物細胞にはその細胞膜の外側に厚くてしっかりした仕切りがありました。これは細胞壁です。そして光合成を行う葉緑体、これが細胞の中にあって、細胞の活動で作られた液、これが入っている液胞というものも植物の中にはあります。そして細胞の核と細胞壁以外の部分、これをまとめて細胞質、このように呼びます。もう一度やってみましょう。一緒に答えてみましょう。まず細胞の真ん中あたりにある丸い部分、これを核と言いました。そして細胞を包んでいる薄い膜、これは細胞膜です。植物細胞はその外側に厚くてしっかりした仕切りの細胞壁があり、光合成を行う葉緑体が細胞の中にあります。で、細胞の活動で作られた液で満たされた液胞という部分もありました。細胞の核と細胞壁以外の部分をまとめて細胞質、このように読みましたね。今回は細胞の作りについてお話ししました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。